第2次改造内閣は、衆議院議員、自由党総裁の吉田茂が第49代内閣総理大臣に任命され、1951年7月4日から1951年12月26日まで続いた日本の内閣である。前の第3次吉田第1次改造内閣の改造内閣である。1951年7月4日任命。 在職日数百七十六日、九百五十一年七月四日留任。内閣発足時九百五十一年七月四日、留任。政務時間改造後百五十一年十二月十二日、任命。内閣発足当初。サンフランシスコ講和条約締結に向けて、吉田茂首相は広く、日本国民の支持を得て、講和条約締結に臨むべく。 与党の自由党に加え、各党の支持を獲得したいところであった。そのため自由党は、国民民主党との保守提携に動いた。しかし、この時期、国民民主党保守提携派は、林家亀治郎などの閣外協力を施行する一派と、西田隆浦の閣内協力にまで踏み込む一派とがあり、これに自由党の増田孝志奈幹事長と、広川博前総務会長とが、それぞれに接触。 工作を繰り広げ、1951年6月下旬から7月上旬にかけて、保守提携の交渉は暗章に乗り上げる形となった。結局、同年7月3日に、吉田内閣は単独で内閣改造を行い、閣僚の大部分が留任、前の党三役であった佐藤栄作、マスタニヒデジ、根本隆太郎らが入閣した。ありがとうございます。